見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。勝利したが、ブレブレな岸田政権。代表辞任を申し出た立憲民主党の枝野幸男氏、言葉いゲッティイメージズ。衆院選は大方の事前予想に反して、与党の完全勝利に終わった。自民党単独で安定した国会運営に必要な絶対安定多数を維持したのだから、圧勝と言っていいほどだ。野党連合はなぜ負けたのか。私は共産党に対するアレルギーが最大の原因と見る。選挙結果が明らかになった後、ある知人は私にこんなメールを送ってきた。やはり国民は理解しているんですね。岸田には、幹事長を落としてお灸を据えた、分配じゃないだろ、と維新に入れ、辻元清美とか立憲、共産にはバイバイと。まさに、この通りだ。あまり名幹事長が小選挙区で落選したのは、政治と金問題と、説明責任が十分に尽くされたとは言えない、その後の対応が原因だ。だが、彼を幹事長に任命したのは岸田首相である、政権への失望感が甘利氏に対する厳しい判断の遠因になった、と言えなくもない。岸田政権は、肝心の政策でブレにブレた。総裁選で言及した金融所得課税案が批判を浴びたと見るや、衆院選では、さっさと引っ込めた。成長と分配問題も、総裁選では分配重視だったのに、衆院選になると、成長重視に軸足を変えた。総裁選でぶち上げた所得倍増計画は、衆院選の公約で姿を消したかと思えば、11月1日に開かれた選挙後の首相会見では、再び新しい資本主義で令和版所得倍増を目指すと語った https://www.youtube.com/watch.v=r7tonmzfhvvmq。 そもそも所得倍増といっても中身が具体的に固まっているわけではない。キャッチフレーズに過ぎないのに、それをこれほどコロコロと変える首相はちょっと記憶がない。看板を掲げたり、下ろしたりすること自体が中身のなさを物語っている。野党連合が敗北した理由。代表辞任を申し出た立憲民主党の枝野幸男氏、言葉いゲッティイメージズ。立憲民主党と共産党は、どうか、事前の前線予想にもかかわらず、立憲も共産も議席を減らした。立憲の敗因は共産党と手を組んだからだろう。共産は日米安保条約の廃棄と自衛隊の解消を綱領に掲げている。閣外協力などと言っても、有権者は共産が加わる左派政権の誕生に大きな不安を覚えたに違いない。それは当然だ。権利的立場を重視するあの共産が政権に加われば、安全保障のような重要政策でいつまでも黙っているわけがない。当初は猫をかぶっていても、そのうち支持者の声を無視できないとかなんとか言って口を出すに決まっている。立憲がそれを容認すれば、政権は一挙に極左化する。容認しなければやがて共産の離反を招いて政権は瓦解する。それが目に見えているからこそ、有権者は選挙戦が進むにつれて、冷静に判断し、野党連合に、ノーを突きつけたのだ。野党連合の前線が伝えられた序盤の情勢は、こうして最終局面が近づくにつれ、ひっくり返っていった。マスコミ報道が、これは危ない、という保守層の危機感を呼び起こした側面もあるだろう。報道が逆バネになって、劣勢側に有利に働く、いわゆるアンダードッグ効果である。そうだとすれば、与党の勝利を招いたのは、野党連合の共産は閣外協力という方針だった。いわば、岸田政権は敵質で勝ったようなものだ。